料理初心者の宗像くんが時短やヘルシーをテーマにイケてる料理に挑戦。イケメシ。今日料理を教えてくれる先生は管理栄養士の山田優一先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速今日のイケメシはこちらです。主食にもなる旬の野菜をたっぷり使った温野菜に挑戦。材料です。紫じゃがいも、プチベール、ゆで卵などご覧の材料を用意しましょう。はい、ではスナップエンドウの筋を取っていきましょう。はい、ヘタの部分を折って両側の筋を取ろう。ではプチベールとスナップエンドウを一緒に茹でていきましょう。はい、2つとも2分ぐらいの茹で時間でちょうどいいかと思います。はい、でプチベールなんですけれども、こちらはケールと芽キャベツの交配させた食材になっております。はい、でさっと火を通すと甘みが増して美味しくなります。2分ほど茹でて綺麗な色になったらザルにあげておこう。ではジャガイモの方なんですけれども、旨味を逃がさないために皮付きのまま茹でていきます。はい、で茹で上がったものがこちらになります。皮剥けやすくなっているかと思いますので手で剥いていきましょうか。はい、今日は普通のじゃがいもの他に彩りとして紫じゃがいもも使っていくよ。ではですね、じゃがいもの方を食べやすい大きさに切っていきたいと思います。はい、はい、で今日はちょっと乱切りにして食感を出していきたいと思います。食べ応えがあるように少し大きめなサイズで切っていこう。その他の食材も一緒に切っていくよ。ゆで卵は4等分に、プチトマト、モッツァレラチーズはお好みの大きさにカットしておこう。では最後の盛り付けで使うナッツの方も粗くみじん切りにしていきたいと思います。はい、豆が飛んでいかないように気をつけて切っていこう。ここで今日のイケメシポイント。これからドレッシングを作っていくんですけれども、手作りのドレッシングにしていただくことで食塩を市販のドレッシングよりも2分の1から3分の1減塩することができます。はい、ではドレッシングの材料を合わせていきましょう。はい、無糖のヨーグルト、マヨネーズ、レモン汁、蜂蜜をよく混ぜたら体に優しい手作りドレッシングが完成。早速切った野菜と一緒に盛り付けていこう。最初じゃがいもですよね。そうですね、じゃがいもあたりいきましょうか。これは結構センスが問われるかも。宗像くん頑張って。お、なかなかいい感じじゃない。どうですか。はい、いいと思います。いいですか。はい、じゃあドレッシングを手前の方に添えていきましょう。でこう、はい、こうやったらこうですか。あ、いいですね。うん、とってもおしゃれ。旬の野菜をたくさん使った温野菜サラダ、お味はどうかな。ソースが思ったよりあっさりしていて、サラダがいくらでも食べれそうです。今回なんですけれども、シンプルな料理にしてはちょっと手間がかかったと思うんですが、福島県の野菜って美味しいので、野菜の甘みとか旨み、食感っていうのを味わう楽しみがあってもいいのかななんていうふうに思います。